はい、みなさん、こんばんは。今日プロ YouTuber のカツッパです。それでは、ABC266 回目続き、いい問題やっていきます。いい問題はこちら。スロ o w i n g the die。サイコロを使ったゲームをします。ゲームは最大 N 回のターンからなり、各ターンは次のように進行します。えー、1から6の目が等確率で出る6面体数を振って、出目を X とします。で、この出目は独立ですよと。で、現在が N ターン目なら、スコアを X としてゲームを終了すると。 で、N ターン目じゃないならば、ゲームを続行するか終了するか選択できますと。で、ゲームを終了する場合、スコアを X として、残りのターンは行わずにゲームを終了しますと。まあ、だから、採用するかしないかを毎回決められるってことですね。で、でも、なんか、リトライは N 回までしかできないと。で、スコアの期待値が最大になるように行動したとき、スコアの期待値を求めてください。はい。 という感じですが、えー、まあ、1回振るときはね、期待値のまま3.5が出てきます。2のときはどうやらこれらしいです。で、10のときはこれで。さて、この数字はどういうふうに決まっているんでしょうかという問題ですが、まあ、あの、そうですね。えっと、これって、要は、まあ、なんか答えがあるわけですよね。あ赤い、字が赤いよ。えー、っと、あと、相変わ振れますよってなったときの、 ま、期待値みたいなのがありますと。で、相変わあと、相、これは、まあ、ま、相変まで触れるときの、触れるときの、振るっていうのはサイコロですね。触れるときの、スコアの期待値と。期待値と。さあ、では、これっていうのは、まあ、あじゃあ I、i プラス1回、fi プラス1って何かって言ったら、とりあえず1回振るじゃないですか。何があっても。ね、何、振って出たときに、なんか出た目が、 これが、まあ、fy より大きかったら、残りの相変わをする意味はあんまりないですよね。ログが出る確率に期待してとかもなくて、そういうのはなくても、この時点で、この時点で続けるかどうか決められるんですけど、この後期待値の方がちっちゃいんだから、この時は、そのまま、あ,あ、もう、もうやめるというか、やめますと。はい。で、逆に、まあ、同じ時もそうかな。同じ時もそうです。で逆に、 えちっちゃい数字が出たときですね。ちっちゃい数字が出たときは、あの、この後相変わい振っていったときの方が、あの、まだ残されてるチャンス使った方が増える、期待値としては増えるってことなんだから、あの、ま、FI の方を取ると。いうことなので、まあこ、これを、この式をやればいいですね。うん、この式をやればいいです。で、えっ、ー、と、これが起きる確率が全部六分の一なので、まあ、それを足し上げていけばよいでしょう。 で、f, f というか x, n が100なので、まあ、これは普通にこの再帰関数を作ってあげればいいですし、まあ fi を dp テーブルだと思って計算してあげてもいいです。まも、あ、どっちでもいいですね。再帰の深さも大して深くならないので、なんかあまり気にせずやっていけばいいでしょう。ということで、n イコール、i ントのインプット。で、プリント fn という感じになるんですけど、f ってなんだよって話で、f,fx ですね。で、ifx イコール1だったら、この時は return 3.5です。 とにかく一回しかサイコル触れませんよってときはその期待値3.5ですね。で、そうじゃないときなんですけど、まあサイコール0としておいて、ワインレンジ、デメが1から6までの、まあ、6種類ありますねと。で、i が出たとき。あで、f、まあ、何でしよう、もう次、next、f'。ムというか、fx プラス1、fx 引く1か。Next ネクストでもしときましょう。ネクストという名前で fx 低を計算しておきますと。for i レンジ1、7。で、6分の1の確率で1が出るし、まあ2の2も出るそうだしっていう風なので、それぞれ計算していきます。えっと、if i の方がネクストよりちっちゃいならば、アンスプラスイコールネクスト。そうじゃないならば、アンスプラスイコール i。 で、最後に全部6とやってあげましょう。next 割るイコール6。この時は、あの、整数の割り算じゃなくて、小数の割り算なので、スラッシュ1個ですね。パイソンならば。で、return, next. あー、違う,違う違う違う。next アって、です。アンスはい。アンスできあがり。さあ、これで答えを見てみましょう。バイトンさん 3, ルとパイ。えー、こちら、1の場合は3.5、2の場合は4.25、10の場合は、 5.6502176688合ってますね。じゃあこれを提出していきましょう。Python 3.8.2よろしくお願いします。まあ、あの、先ほども言ったように、これはあの DP で解いても大丈夫です。はい、解けました。では FGEX はまた別の動画で撮っていきます。お楽しみに。